カメの調教師の2番目の絵エルクレポン、カメ使い絵画。カメの調教師は、トルコの画家、オスマンハムティベーが1906年に描いた作品で、トルコの有名な絵画である。現在、イスタンブールのペラ美術館が所蔵している。凝った壁画で飾られた部屋の中で、タイル張りの床の上に、餌として、レタスの葉がばらまかれ、そこを5匹の陸亀が這い回っている。うち3匹は、 ダルビー種の前に並び、残り2匹はそちらへやって来ようとしている。ダルビー種は背後に六血の根を持っていて、左肩から垂らした紐には太鼓と鉢がつながっている。張り出し部につけられた窓から火の光が部屋に差し込んでいる。部屋と張り出し部の壁の漆喰は剥がれている。描かれている場所は、ブルサの緑のモスクかもしれない。描かれている人物は、 ハムディベイ本人かもしれない。絵は署名されている。オスマン・ハムディベイは1860年にパリで法律を勉強している時に絵画をルイ・ブー・ランジェと歴史画家のジャン・レオン・ジェロームについて学んだ。1869年にイスタンブールに戻ってからオスマン帝国の文官としての経歴を積んだ。彼は現在のイスタンブール考古学博物館の創立者であり。 監督を務めたが、画家としての仕事も続けた。ハムディベイのカメの調教師は、1869年に、フランスの雑誌、ルトゥール・デュー・モンドに載った、日本の浮世絵に基づいた版画作品に影響された可能性がある。このエール・クレポン、カメ使いでは、太鼓の音楽でカメに魔法をかける人物を描いている。 フランスのサロン絵画へのオマージュとしての絵画様式で描かれていると考えられている。この作品をハムディベイはサロンド・パリに提出し、1906年に初めて展示された。この時には男とカメたちという題名だった。1907年にハムディベイは同じモチーフによる2作目の少し変えた作品を作ったが、こちらにはアフメット・ムフッタル・パシャへの献示が手で書かれていた。 歴史学者のエテム・エルデムによると、現在のトルコではこの絵画は見るものの、政治的立場によって異なる解釈がなされている。保守派は、オスマン帝国のビット品格をこの絵に見る。一方、新しいケマル主義者にとって、カメは近代化を強制される保守派を象徴しており、この絵は、停滞の肖像である。1992年に、 t v 事業者のエロルアスコイがこの絵画を70万ドルで購入した。当時トルコ人画家の描いた作品としては最高価格だった。2004年12月12日、オークションにかけられ、今度は350万ドルの価格がついた。イスタンブール近代美術館との競り合いの後、砂及びイナンクラチ財団が彼らが個人で所有するペラ美術館のために落札した。 2009年には2番目の絵画が1860年から1930年のトルコ絵画の展覧会で指摘に展示された。絵画オークションとその落札価格に伴うメディアの興奮は一般にも伝わり、この絵のモチーフは何百万回も複製され、日用品にも使用されている。ABCDEFG ジュリア・ボス、エインはオフシュタントネはペンティ FAZ 2013年7月6日、インタビューで、エテム・エルデムの、コメントあり。ABCD ・ウェン・ディ・オットマン・ペインティング、リフレクションズ・オブ・ウェスタン・アート・フロム・ザ・オットマン、エンパイア・ツー・ザ・ターキッシュ・リパブリック、ロンドン、アイビー・タウリス、2011、ピアニッシモ、72-73、ABCDEF、ハサン・キャンボラット、ザ・トータストレーナー、トゥデー、 エスザマン、オリジナルの2018年4月6日時点における、アーカイブ。https://web.archive.org/web/20110812211058/http:/www.tadayszaman.com、コラムニスト -173054 座、トータストレーナー、html8 しかし、 カタログイーラストレイジュサロンで1906には、見えていない、エセムエルダムは、オスマンハムディベイの父イブラヒムエテムパシャの彦。ありがとうございます。